チャーペクです。今回はですね、数年前にツイッターで話題になったある音声についてお話をしていきたいと思います。これからある音声を2回だけ流していこうと思うんだけど、皆さんどちらに聞こえたかよく聞いてみてください。1、ヤニー vs ローレル。おそらくヤニーかローレルに聞こえると思うんだけど、ちょっと聞いてみてください。ローレル、ローレル。どうですか？みんなヤニーに聞こえる？それともローレルに聞こえる？ぜひコメント欄にヤニーと聞こえるかローレルと聞こえるか書いてほしいんだけど、これ面白いのがヤニーかローレルかで、2018年にツイッターで話題になって、人によって全く違う2つの単語に聞こえるんだよね。そしてさらに面白いのが、ツイッター上のアンケートによると、この録音を聞いた約50万人のうち 53% はローレルに聞こえると答えて、 47% はヤニーに聞こえると答えたんだよね。ヤニー派の人は何度聞いてもローレルとは聞こえないし、ローレル派の人は何度聞いてもヤニーとは聞こえないみたいです。ちなみに僕はヤニーにしか聞こえなかったです。ローレル、ローレル。なんで聞こえ方が変わるのかという理由がこちらです。2、なぜ人によって聞こえ方が違うのか。そもそも人間の耳は全員が全員同じ音を同じように聞き取れてるわけではないようです。耳の大きさ、そして形などの要因によって変化すると。そしてこの音源はとても音質が悪くなっているので、聞こえ方が変わるようです。あと面白いのは、あなたがこの音声を聞いている発信元が iPhone なのかイヤホンなのかテレビなのかによっても聞こえ方は変わるようです。つまりヤニー、ローレル、意見が人によって違う理由は音質が悪いこと、そしてさらに人の耳の形などの違いが挙げられるようです。そしてこの音声、結局ヤニーなのかそれともローレルなのか、正解がこちらです。3、ヤニーかローレルか。この音声、結局ヤニー、ローレル、どちらなのかという正解を知りたいですよね。結果としてはこの音源、もともとはローレルのようです。ローレル派の皆さん、おめでとうございます。僕はヤニーにしか聞こえなかったので、ちょっと悔しいです。これヤニーと聞こえる人はローレルと聞こえてみたいですよね。逆にローレルとしか聞こえない人はヤニーと聞こえたいですよね。なんと両方とも聞こえる方法がありました。この音声の鍵は周波数にあり、ヤニーと聞こえる部分はローレルと聞こえる部分より高周波の音でできているようです。マーストリヒト大学のラース・リーケ助教授は、すべての低周波音を排除するとヤニーに聞こえ、すべての高周波音を取り除くとローレルに聞こえると説明しました。それぞれの高周波音、低周波音を取り除いた音声がこちらです。これが元の音源。ローレル、ローレル。で、低周波音を取ると、ヤニーに聞こえる。で、今度高周波音を取ると、ローレルに聞こえる。すごいですよね。これが元の音源。はい、すごいですよね。みんなどちらにも聞こえたはず。皆さん、ローレルって聞こえましたか？それともヤニーって聞こえましたか？ぜひコメント欄で教えてください。なんかこれだけ意見が半分になって、人によって違う意見が出て、とても面白いなと思いました。人の体って不思議だなって思います。今回の動画は以上となります。ぜひ他の動画も見ていってください。それでは次に見てほしい動画は、これ。